皆さんこんにちは、ゾンさんです。今回は動画を撮影する上で気をつけるポイントについてお話していきたいと思います。まず気をつけるポイントは大きく3つあります。1つ目は水平ですね。しっかり水平を撮るということで、2つ目がピントをしっかり合わせて手ブレをしないように撮影、まあ、この3つを気をつけて撮影するだけでもかなり変わってくるので、そこを気をつけて撮っていただければと思います。1つ目の水平を意識して撮るということが大事なんですけれども、まずどうやって水平を撮るかっていうところをご説明していきたいと思います。スマートフォンでも、まあ、一眼レフでもそうなんですけれども、基本的にはグリッド線を出すようにしましょう。で、グリッド線の出し方はですね、スマートフォンだと設定の、カメラですね、カメラを設定して、ここのグリッドをオン、オフでオンにすると、グリッドが出てくるようになるので、このグリッドを意識しながらしっかりと撮影するっていうことが大事になってきます。2つ目のピントなんですけれども、撮影したいものにピントを合わすと、画面をねタッチすればしっかりとピントがあったりですね、あと画面を長押しすれば、そこにこうですね、ピントがロックされて、そこにずっとピントが合い続けるっていう形になるので、固定する場合は長押しをしてロックをして、ロックをしない場合でもしっかりとピントを合わせてから撮影するようにしましょう。2つ目がですね、手ブレということで、結構初めてやられる方とかですね、まあ、ずっとやってる方でもですね、手ブレしてるのがよく散見されるんで、まあ、そこはねしっかりと手ブレしないように撮影するのが大事ですね。あとはですね、もう少し細かいところでいくとですね、一つ前の動画でですね、僕が動画の編集方法をご紹介したと思うんですけれども、その中で、早くしたり遅くしたりっていうのがあるんですけど、遅くする場合っていうのは、動画のですねフレーム数っていうものがあるんですけれども、そちらを高い数字にしとかないと、スローにした時に映像が片付いてしまうので、そこも意識する必要があります。そこはですね、まあ、もう少し撮影をしながら具体的にしていきたいと思うんですけれども、例えばスマートフォンの場合だと30フレームと60フレーム、いわゆるここですね、 4K1080p の後ろに 30fps、60fps ってあるんですけど、 fps っていう数字が大きければ多いほど、例えばこの動画はスローにするとか、スローにして使いたいなという時は、必ずこの fps っていう、まあ、フレームレートの数を高い数字ですね、この場合だと60フレームに設定して撮影した方がいいと思います。一番初めは、まあ、4K の60フレームで撮影することをお勧めします。で、データ量がすごい大きくなってしまうので、まあ、そのあたりは、例えば 1080p の60フレームに落としたり、こういう音声ですね、こういう喋ったりするのは、基本的にはスローにしないですよね、まあ、スローにすると声がなんですか、あーこれはみたいになるんで、基本的にこういう喋ってるやつとかはこの30とか24フレームで、いいと思います。そこは、どういう映像を撮るかによって、ここの設定を変えていっていただければなと思います。じゃあ具体的にね、今からちょっと簡単に撮影していきたいと思います。じゃあね、今回は、まあ、撮影です。このスミノフをね撮っていこうと思います。まずですね、まあ、さっきの言ったグリッドをね出す必要があるんで、今、これグリッド出てますね。で、右上の 4K の26を、まあ、今回はスローにするっていう前提で、撮影をしていきたいと思います。で、まずはですね、このグリッドですね、こう基本的にはやはりこう水平を意識しながら引いたりですね、横に行くんですけど、水平になってますよね。あとは下からこう上げてくる時でも、基本的にはやっぱりこう水平にしたり回したりする時も、この真ん中にですね、この被写体というか映したいものを真ん中に持ってくるようにしましょう。で、これを例えば編集で早くするんですけど、撮るときはですね、こうしながらこうですね、水平撮れてますよね。この水平も撮れてますし、物がカメラの中に入ってますよね。なので、手ブレとか、あとは水平を意識するだけでもかなり映像の見え方っていうのは変わってくるので、意識することですね。あとはそのカメラの設定方法だったりピントっていうのもしっかり意識して、皆さん撮影の方をですね、やっていただければと思います。で、編集方法はですね、一つ前の動画に出してるので、よかったらチェックしてみてください。はい、今回は、撮影について、簡単にご紹介させていただきました。今はですね、僕インスタグラムとかですね、 TikTok もやってますんで、ぜひねチェックしていただければと思います。じゃあ今日は以上になります。ありがとうございました。